ブラックホールは自分の周囲を貪り、宇宙に現れ出るためのエネルギーにします。全てはほんの一瞬の出来事。その星は何が起こったかわからないうちに死んでいるんです。ついに星は爆発します。その瞬間に放たれるエネルギーは太陽が一生の間に生み出すエネルギーのなんと100倍です。後に残るのはブラックホール、そして光の速度で宇宙に吹き出す2つのジェットです。このジェットはガンマ線バーストと呼ばれます。それは信じられないほどのエネルギーです。ガンマ線バーストのエネルギーとパワーはあのビッグバンに次ぐものです。ガンマ線バーストの持続時間は大抵数秒ですが、通り道にある全てを焼き尽くします。もしこの太陽系の近くにガンマ線バーストもしこの太陽系の近くに星を蒸発させてしまうでしょう。幸いほとんどのガンマ線バーストは私たちの銀河系の外で発生しています。それらはブラックホールや宇宙について重要なことを教えてくれます。ガンマ線バーストを観測するとき、私たちはブラックホールの誕生を見ていることになります。ガンマ線バーストの数を数えればどれだけのブラックホールが誕生しているかがわかります。2004年、 NASA はガンマ線バースト観測衛星スイフトを打ち上げました。5 4 3 2 1、エンジン点火。 NASA のスイフト衛星が打ち上げられました。宇宙全体のガンマ線バーストを観測するという任務を負っています。スイフトが捉えた最も強力なガンマ線バーストの映像です。この閃光が宇宙の彼方でのブラックホールの誕生を告げているのです。スイフトが捉えられる現象は宇宙で起こっていることのごく一部です。それでも毎日1回はガンマ線バーストを捉えています。この発見は天文学を根底から揺さぶりました。かつてはブラックホールなど実在しないと思われていました。今は数十億個のブラックホールがあると見られています。私たちの銀河系やその他の銀河を見回せば、実はブラックホールがたくさんあるんです。ブラックホールを見つけることは可能になりましたが、そこがどのようになっているのか、本当のところは実際に行ってみるまで分かりません。もし遥かな距離を旅することができる宇宙船でブラックホールに近づき中へ入ったとしたら、そこには私たちの現実が崩壊し時間が止まった世界が待っているでしょう。だとしたら、そこには私たちの現実が崩壊し時間が止まった世界が待っているでしょう。